はい、レオンです。今回はこの HK10 ウルトラ3 Wi-Fi のこの美しいダイヤルっていうやつとこの AI ウォッチフェイスっていうのはこれ一緒なんで、これ一緒なんで、この美しい AI 美しいダイヤルとこの QI ウェアフィットプロの AI 成功の文字盤の連携で、あの音声で AI から AI 音声でウォッチフェイスのね生成、壁紙生成のねちょっとやっていきたいと思います。 HK9 ミニプラスともやったんだけど、これ昨日前撮ったやつですね。怖い顔の犬、これ怖いシリーズでちょっとやってるんだけど、怖い動物が好きなんで今これやったんだけど、怖い顔のパンダってあんまり怖くないんだけどね。これやり方はこれね、これでやった方がいいですね。高速モードに切り替えて、これだったら早かったんで、これでまずね、これで喋るんですよ。これまずここを押すんですよ。音声を使用します。ダイヤルを描画します。現在のスタイル、スミエスタイル、これで喋るんですけど、これクリックすると録音されるんで、あ、録音を終了するのか。緑のひよこってやってみようかな。緑のひよこで今の録音したやつがここに表示されるんでね、緑のひよこね、開始します。でここでこうやって、ひよこが緑のひよこなんで、UQ モバイルの高速モードに切り替えてるからさっき早かったんですよね。早いでしょ、普通リトライってなるんですよ必ず。でも早いね。どういうのが出来上がるか楽しみだな。なんだこりゃ、緑のひよこじゃねえよな。これちょっといまいちだな。もう一回やってみようか。緑のひよこ、緑のひよこってやっても、今のやつがやったらグリーンのひよこにしようかな。変えてみようかな。ちょっと時間かかるな。 HK10 ウルトラ3 Wi-Fi の側では AI の計算中です。表示をローカルに自動的に保存するために、あ、伝送してますね。表示の伝送中、表示をローカルに自動的に保存する。なんだこれ、面白いですね。緑のひよこ、グリーンのひよこってやってみようかな。グリーンのひよこ、ちょっとひよこシリーズでちょっと攻めてみようか。HK9 ミニプラスのこの AI 生成ウォッチフェイスのシリーズ化するって言ってたけど、あれ撮ってないですね。1本だけしか。また撮るんでいずれね。今転送中になってますね。なんだこれ、なんかグリーンじゃないね。ちょっと、あ、戻ってしまった。怖い顔のひよこ、楽しみだな。
でも早い、早い方ですよ、まだ。怖い顔のひよこが果たしてどういう風なウォッチフェイスに仕上がるのか楽しみですね。なんだこれ、ニワトリだよこれ。なんかこれニワトリじゃねえか。ちょっと違うの言ってみよう。ひよこはちょっとやめて。ヤンキーな女の子。ちょっとワードをちょっと事前に考えとけばよかったな。今思いついたのはちょっと今やってるんで、パッとひらめいたやつを。もっといろんなの複雑なワードでもできるみたいなんだけどね。ちょっとこれどういうのができるのかな。どういう風に仕上がるのか楽しみだな。ヤンキーの女の子って。これすごいよね。果たしてヤンキーな女の子が、ヤンキー風な女の子が良かったかな。全く全然違うのができそうな気がするんだけど、なんだこれ。あ、なんだこれ。一応女の子だけどね。あ、ヤンキー風な女の子にしてみようかな。ちょっと研究しないといけないですね。ヤンキー風な女の子。よし、これだったらまた具体的なのができるんじゃないのかな。7分。これや、文字生成してる間にちょっとワードを考えてた方がいいですね。犬と猫もちょっと入れたいな。ちょっと時間かかってるな。でもこれ高速モードにしたら変わるな。速さ早いわ。あ、これいいね。珍しいカラーができた。ちょっと顔が映ってない。ヤンキー風か、これ。かわいい顔の猫。猫好きなんで。あの爆笑問題のあの田中も猫好きで有名ですよね。あのちびデブのがいるでしょ。もう一人は太田でしょ。もうちょっとのちょっと背があれ田中が低すぎてなんだけど、もう一人いるでしょ、細いやつ。あれは太田なんだけど、もう一人の背の低いやつ、あれが田中で、あれ猫好きで有名なんでしょ。なんだこれ、かわいい顔の猫か、これ面白いね。何がいいかな。猫でちょっと怖い顔の これ作った覚えないんだけど、あ、これ恐ろしい顔の猫。怖い顔の猫ってやったからね。こんなもんにしとくかな。犬もやってみるか。あ、転送。なんだこれ。
恐ろしい顔かこれ。犬行ってみようか。恐ろしい顔の犬。あ、ちょっと失敗してるな。恐ろしい顔の犬。これシリーズ化するから HK9 ミニプラスでもやるんだけど、この HK10 ウルトラ3 Wi-Fi でもこの ASSA の文字盤ちょっと事前にちょっとワード作りたいワードをちょっと事前に紙に書いてメモっとくから。恐ろしいかこれ。全然恐ろしくねえじゃないか。最後にしようか。猫のような犬。よっしゃ、これどうなるかな。面白そうだな。こう最初やり方わからなかったからね、前前回 HK9 ミニプラス で動画回してない時に俺ベッドに横たわりながらちょっと練習したんで、何度もいろんなの試してやったら、あ、なそんな難しくないからね。なんだ簡単、分かってしまえば知ってしまえばね、あーなんだ簡単じゃないかってなんだけどね、そこの行き着くまでがね難しく考えちゃったりすると余計にねできなかったりするから、これ面白いからね。 HK シリーズの本当に特徴なんで、全部はないと思うんだけどね、 HK9 ミニプラスと。怖いかこれ、猫のような犬。これ猫じゃねえか。こんなもんにしとくか。ちょっとどれか選んでからですね。消えてるな。あ、これでもね、これで作るときはこれなんだけど、 AI 文字盤アルバムっていうのでこれ全部出てくるんですよ。こうやってあのコレクションはこれで見るんで、これ前のやつでしょ。こっから今日作ったやつなんで、怖い顔の犬、怖い顔のパンダ。高速モードちょっと切っとかないと。そんなに減ってねえな。緑のひよこ2つ作って、グリーンのひよこ、なんか白黒になってますね。怖い顔のひよこ、ヤンキーな女の子、ヤンキー風の女の子、かわいい猫の顔、恐ろしい顔の恐ろしい顔の猫のように。これ言ってみようか。文字盤として生成。ちょっと。カラーを区分して、これでいくか。下にして、これでいくか。顔がはっきり映ってないですね。これいこうか。はい、今回ねこの HK10 ウルトラ3 Wi-Fi のねこの美しいダイヤル、 AI 美しいダイヤルからね、この Wearfit Pro 内の AI 製この文字盤連携でいろんな
11種類かの AI 壁紙生成のね、犬猫ヤンキー風の女の子とかとひよこなんか作ってみました。はい、あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。続きやっていくんでね、動画。はい、失礼します。